そして特徴としては化粧崩れがしやすいってことですね。うん、やっぱりちゃんと分かるようにお伝えしなきゃいけなかったなと反省したわけですよ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は自分の肌タイプを知りたいっていうあなたに向けてメッセージを送りたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。なぜこの肌タイプを知ることが大事なのかっていうとですね、このチャンネルはですね、去年の12月22日から配信してます。一番最初の動画がシミないってやつだったんですよね。私が日常でやっている材料を使ってメイクしたわけなんですが、それが下地がポール&ジョーで、ファンデーションを使わないでセムで仕上げるというものでした。そしたらですね、すごく皆さん参考にしてくださって本当にありがたいんだけど、私みたいな混合肌のねタイプの人だったら、その化粧品とやり方ですごく合うんだけど、乾燥肌さんだったりとか敏感肌さんっていうのは必ずしもこれが合うとは限らないってことですね。それをやっぱりちゃんと分かるようにお伝えしなきゃいけなかったなと反省したわけですよ。じゃあ自分の肌が何タイプか分かんない方いらっしゃると思うんですよ。大まかな特徴をお伝えしたいと思います。まず乾燥肌さん、乾燥肌さんは乾燥する人ですわ。ね、わかんないでしょ？だからそれじゃわかんないから、例えば悩みで言うと、そばかすとか乾板に悩んでる人って多いと思うんですが、こういう方は私の統計上大体乾燥肌さんです。それと、これはね、自覚ある人は多いと思うんですけれども、やっぱり日中ちょっと乾燥して保湿をしたくなってしまう。クリームつけたくなっちゃったり、化粧水つけたくなっちゃったりっていう人はやっぱ乾燥肌さんだと思います。そして混合肌さん。混合肌さんっていうのは、まあ基本的にはですよ、私の中ではこの年代40代50代以上の混合肌さんっていうのは基本的にインナードライになってる方が多いです。表面上の混合肌ですね。私もそうですね。そういう人の主な肌の悩みとしては、シミ、くすみ、毛穴、こういう人が混合肌さんは多いかなと思います。そして特徴としては化粧崩れがしやすいってことですね。うん、なので結構ね、ファンデーション難民って言われる方は実はこの混合肌さんっていうのがすごく多いと思います。私もそうなんですが、だから私ファンデーションしてないっていうのも実はあるんですよ。これも言っとこう。混合肌さんはもう圧倒的にローションパックが一番効果的に出るのはこの人たちなんですよ。もちろん乾燥肌さんにも使えるし、敏感肌さんにも様子を見ながらね、適切に使えばあのローションパックっていうのは有効なんだけど、一番効果が現れやすいのがこの混合肌さんです。そして敏感肌で、敏感肌の人っていうのはある程度もう自分が敏感肌だわっていうのは分かってると思うんですよ。例えばアトピーだったり、あの化粧品とかが使えるもの使えないものが多かったり、すぐこうブツブツ出ちゃったり腫れちゃうわっていう人とかはもう完全な、これは体質だったりすることもあると思います。あとね、ちょっと落とし穴っていうかあるのは、肌の悩みがある人でいろんなことをこう試しすぎてですね、角栓が気になるからピーリングしますとか、美容クリニックでいろいろやっちゃって乾燥しまくって、もうね、要するにターンオーバーを無理やり自分で早めるような行動をしてしまうがゆえの完全なるバリア機能の低下によって皮膚がすごく薄くなっちゃってる人っていう人がいるんですよ。こういう人は自分が招いた敏感肌ですね。そういう人も結構ねいるの。だけど実はですね、この背景にはホルモンバランスの低下っていうのはすごく関係性は私は深いんじゃないかなって見てて思う。もうお年頃ですよ。これが主な特徴になります。それでもね、私はどこに当てはまるか分かりませんっていう方がいらっしゃるかもしれません。これここまで言って当てはまるものがないっていう方、じゃあ聞きます。あなたは肌に関して何か悩みがありますか？はい、うんうん、特にないっていう方
今言ったのっていうのは大まかになぜ分けるかっていうと、40代50代以上の悩みを解決するために私はこの肌タイプを大まかにですけど分けてお伝えするようにしてます。それは悩みを解決するためです。当てはまるところがないって思う方はもしかしたら悩みがない方が多いんじゃないかなと思います。そういう方は肌のコンディションがとってもいいんだと思うんですよ。だから若い子と一緒っていうことですね。なのでおそらくファンデーションに困ったことないでしょう。いろんなことが悩んだことないんだと思います。だから今まで通りで大丈夫です。今大まかにこう3タイプに分けたんですが、私はもう乾燥肌ですってきっちり分かれるものでもないんですよ。やっぱりグラデーション、まあ私はやっぱりまだ混合肌から抜けれないんですけど、混合肌さんがきっちりちゃんとローションパックとかしてきちんとケアしていったら、もしかしたらちょっと乾燥肌気味に偏ることがある可能性もあります。それはオイルバランスがきちんと整ってきて、もともとインナードライだったので、ここの表面上のね油は過剰には出ない状態にはなったけど、乾燥だけが残るっていう場合もあるんですよ。なのでそれは季節性のものもあると思うんですよね。私はねどっちかというと冬になったらやっぱ乾燥を強く感じやすくなるので、そこはやっぱりねグラデーションです。なのでどうやって日々自分の肌を観察していくかっていうことですね。タイミングを決めた方がいいと思います。朝起きてすぐ顔を洗う前だったりとか、夜ねスキンケアした後だったりとか、寝る直前とか、この時は自分で鏡を見てちゃんとチェックしようって意識的に観察する時間をぜひ作ってほしいと思います。はい、そうすると自分の肌が今どういう状態で何に悩んでるかとか、それによってねなんとなく自分の肌の特徴が分かるようになると思います。ではですね、概要欄にですね乾燥肌さん向け、混合肌さん向け、敏感肌さん向けのベースメイクの作り方の参考になる動画を貼っておきますので、参考にしてみてください。ではバイバーイ。